障害者雇用支援月間に合わせ、兵庫労働局や県などが経済団体に対し、障害者雇用の拡大を働きかけるよう要請しました。要請書を手渡したのは、兵庫県の荒木副知事などで、およそ500の企業が加盟する県経営者協会に対し、障害者雇用の拡大や特別支援学校高等部の卒業生の採用推進などを求めました。 兵庫労働局によりますと、県の障害者雇用数は15年連続で増加しているものの、雇用率は2.11%と、法定雇用率には0.09ポイント及んでいないということです。また、県内の企業の法定雇用率の達成割合は48.2%と、47都道府県中41位で、半数以上の企業が届いていません。 一人一人に合わせた形の、えーまあ、うまいこう雇用管理の仕方をやっていただければ、その方々の能力も最大限に発揮できて、えー、非常にあのいい職場になっていくんではないかなと思っておりますので、まあ、ぜひそうしたアプローチであのお願いしたいなと思っております。県や兵庫労働局は、今後、各企業が加盟する県内の17の経営団体に対し、 障害者雇用拡大の協力を呼びかけるということです。